今日もあつこさんに来てもらいました。今日は何の話をしましょうか。今日はね、リラックスのお話をします。リラックスタイムに使うグッズ。リラックスタイム大事大事。なんかどんな感じのことしてるかっていうのを交えてかなちゃんと一緒に喋りたいと思います。そうですね、ゆるいね。ゆるいすごい気をつけてることなんかありますか、リラックスタイム、うん、てかいつがリラックスタイム作る時間である？決めてないけど、でも結構一人でいるの好きだから、うん、一人っ子そう、だから家にいる時は基本的にそう捉えてる。あとはこう旅先のホテルとか、わかる、うん、なんかこうちょっと違うところに行ってね、違うところに行って、うん、なんかこういつもと違う環境で一人で過ごす時とか、なんか友達とじゃあ例えば旅行って、うん、現地の友達とご飯食べて夜はじゃあ帰って家、あ、ホテルでこうゆっくりお風呂とか、わかる、うん、ちょっとこう日常と距離を置いて休むみたいな時間だもんね。あと都内でもホテル泊まりに行ったりするよ。へー、なんかこう気分転換みたいな、うん、切り替えたいなって思った時にホテル、いい面白い時間の使い方、うん、泊まったりする。じゃあ日常のリラックスタイムいきますか。そうですね、はい、はい、3位、私から行く？じゃあ私から行こうかな、うん、行って、はいはい、第3位、3位、じゃんじゃん、これ足首ソックス。足首ソックス、ピュビケアです。ピュビケア難しい。ピュビケア、ピュビケアっていうこの足首ソックスなんですけど、私はくの一ソックスって呼んでるんですけど、こう履くとこうなります。あつこさんがもう履いてるんですけど、これ私たち2人とも愛用してる。私これ家でいつも履いてる。わかる、寒い時にそのまま履けるんだよね。スワダの上からも履ける。スワダの上からも履けるし、これびっくりするぐらい温めてくれて、あったかい、あのこうちょっと履いてるとくるぶしのあたりちょっと汗ばむよね、うん、脱ぐ時あれ汗かいてるなんかね、そう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 、なる、足首の周りって婦人科系のツボがすごい多いから、うん、足首って冷やさないように普段から気をつけてるんですけど、お家とかでモコモコソックスを履くよりも、うん、あったかいよね、うん、うんうん、多分首だから足首だから余計こう温めるといいって昔から言われてるよ ね。なんか若干こうちょっとサーフィンのウェットみたいな、ウェットスーツみたいな、素材でできてるんですけど、うん、あのこのね靴下をさ、モコモコソックスを履くとさ、うん、この全部カバーされてる感じが私すごい苦手なの、うん、あ、抜けが欲しいの。そう、抜けが欲しいの。これだと抜けが出るからすごいいいなと思って。あと最近なんかね、ヨガの時にこれ履いてる。あ、そうだね、ヨガする時も履けるね、うん、このまま素足に履いて、うんうん、足先が出てるから全然ヨガマットにそのまま、うん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 、ヨガしても大丈夫、うんうん、これはね本当にあのこれあのメイクの早坂和子さんからいただいたんですけど、うん、このアイテムはもう手放せない、うん、なんかないと探しちゃうもんね、どこ行ったね、あもうすぐあのすぐあのちゃんと洗濯しても常に新しいものがあるようにしてるんですけど、これはもう乾き早いよね。早い、ちょっとスポーツの素材みたいな、うんうん、なんかだからやっぱり、あ、体を温めてこうちょっとこう冬とかは特にこう体がギュッて寒いとなっちゃうから、うん、温めて足元から温めてこうリラックスするっていう、はい、はい、じゃあその流れで、はい、3位、3位、これです。じゃーん、じゃじゃーん、ここに敷いてたんだよね。敷いてた玄米カイロです。玄米カイロ、このなんか普通に枕みたいなんだけど、玄米が音するから分かるかな、入っていて、電子レンジで2分ぐらい、500ワットで2分だから700ワットで1分ちょっとぐらいかな、うん、温めると玄米のすごいいい香りがするんだけど、うん、これをさっきから私たちここに敷いて、あと始まる前にここにずっとアップしてる、あったかいねとか言いながら、なんか朝あの仕事場に行ったらデスクワークする時に、うん、すぐ始められなくて私、うんうん、すぐこうやってなるのがすごい嫌で、あ、あ、行ったらコーヒー入れてこれを温めて、うん、置いて、あ、温まってきたってなってからいつも仕事するんだけど、うんうん、あとは寝る前とかにあの子宮、うん、ちょっと温める時とかこういう風に、これ本当すごいあの気持ちかな、うちのキッチンでさっきあつこさんチンしてたんですけど2回もチンしてあとすごい香ばしい香りがして、うん、この匂いも
ね、落ち着く ね、あの日本人にやっぱり馴染みのあるご飯の香りが、そうそうそう、うん、で、長く温めてこうボディーローションとかつけた後にこれを上から重ねるのも結構おすすめ。うん、良さそう良さそう。あと背中にこうやりたくない？あ、うん、わかる。いいよね。置いとくだけで温めるっていう。あとなんか風はこの肩甲骨の間のここから引くって言われてるんですけど、ここが冷えると風邪引きやすいらしくて、こういうとことかもね温めるといいよね。やっぱ温めグッズいいよね。温めグッズいい。あと基本感。このさ、やっぱこのお米が中でこうやって動いてくれるからフィットしてくれて。確かに。すごいいいよね。これ本当いい。自然の素材でお米も土からできるものっていうので、多分体に馴染みやすいとかもあるのかなって個人的にはちょっと思います。うん、はい、これすごいいいアイテム。玄米カエルです。はい。が3位。そこで戻してね。ここにこう忍ばせて。忍ばせてね。はい。じゃあ2位。2位。何ですか？これです。あ、アルニカ。アルニカ。アルニカシリーズ。アルニカみんな知ってるかしら？アルニカ知ってるかしら？キク科の植物で温める効果があるハーブです。はい。ヴェレダのアルニカオイル、体に塗るボディオイルも大好きなんですけど、うん、これはあのアルニカのバスミルク、あのお風呂にね、キャップを、キャップ2杯とか3杯とか入れるんですけど、こうちょっと白いとろみのある液体で、このアルニカの香りが私はすごい好きなんですけど、筋肉にすごいいいね。かわして、はいはい、いい、いいね、いい、いいね、目覚めるね。あ、わかるわかる。結構アルニカ体を温めてくれて筋肉をほぐしてくれる作用があるんで、お風呂とかでゆっくりしたい時にこれ入れたりとか、あとはこっちアルニカのな、バームっていいのかな、アルニカバーム、アルニカバームです。結構黄色いよね。はい、インソーレアルニカバーム、アルニカバームでございます。どこに使ってますか？よくこれ首、ここにすごい、首肩、いいよ、ね、最近あの動画の編集とか、あのパソコンとかも、あ、パソコンじゃない、ブログとかもパソコンで書いてるんですけど、こう結構こうなってきて、首とか肩とかが結構固まってきちゃうから、うん、夜寝る前に私は塗ってます。これすごいポカポカする。すっごいポカポカする。これ結構衝撃のポカポカ、うんうん、あと匂いもすごい深いしね。錬金術を使ってすごい古いレシピでこれもやってる。やっぱ古いレシピシリーズ好きみたい。うん、やっぱ続く理由があるもん。あ、そうだよね、うん、なんかこれはもう2本目なんですけど、別にその凝ったりとかしなくても温めたいところとかに、うん、例えばお腹とかそういう足首とかに塗るのもいいと思うし、うん、香りがもう本当何せいいんで、これ本当おすすめです。あと足の指にもいい。あ、良さそう。こうやってグリグリして寝る前にやると、なんかすごいシンプルな、もう作ってる方にもお会いしてるんですけど、うん、すごいシンプルなアイテムなんですけど、本当に効果のあるおすすめのバームです。はい、アルニカが2位、はい、2位です。はい、お風呂上がりにつけるの？いや、でもいつでもつけれるのか。いつでもつけれるけど、私はなんかもうこれ以上こう凝り固まる作業をしないってなった時につける。もうほぐす、ほぐす、ね、ほぐす一方ですっていう時につける。はい、はい、じゃあ2位、私も2位が入浴剤。絶対お風呂浸かるんです。毎日？うん、浸からない？え、私結構多く浸かる派だけど、絶対ではない。毎日浸かる。すごいね。疲れないとなんか終わったって感じがする。あ、その気持ちはすごいわかる。で、それの時にあのお風呂に入るのに、今日どういうお風呂にしようかなと思って作るのが好き。わかる、楽しいよね。楽しい。で、使うのは塩か、これはお塩なんだけど、 Be Myself のバスソルトいっぱい入っててこんな使っちゃってるんですけど、うん、か泥の時が多くて、最近はお塩が多いんだけど、うん、この間ね、あのビデオで紹介した ピートの泥もいいですね。ピートとかもすごい。で、これはそのままザッて入れて、これ自体には香りがそんなにないんですけど、お塩だけだから、うんうんうん、これに好きなエッセンシャルオイルを混ぜるのが好きなの。やるよやるよ、こう部屋の中にやるよってオイルがいっぱいあって、私もお風呂場にわーってオイル あ、ね、あって、今日はこれかな、どれにしようかなってなるよね。やるやるっていう感じで、あのサリーさんのブレンドのオイルとかはもうこれ1本で何種類も入ってるからすごい便利だし、うん、あとは旅行に行ったら、これは京都のヒノキの、あ、良さそうだね。そう、オイルなんだけど、かけたい、入れば入れる。これちょっと日本の香りも結構好きです。あ、
いいよね。ヒノキ、すごいヒノキ。すごいヒノキ、うん、あのどっか行ったら必ずお土産コーナーの化粧品のところを見て、うん、なんかないかなって探すんですけど、これはベルガモットの、これアルジタルです。ドロパックが好きな。アルジタルのオイルいいよね。そう、これゴールド精油で特別な製法で作ってます、うん、とか、あと旅行に食べに行ったらこれもポートランドに。日本に売ってないんだよね、これ。でも精油ってなんかこう好みもすごいあるし、そうですね、一種類じゃなくて今日はじゃあこれとこれにしようかなとかをやるのが結構好きで、うん、なんか気分転換になっていいよね。いいね、香り。あと精油の効果で温めるとかもあります、うん、ですね、すっきりさせたりとかね。何の匂いが好きですか？私何が好きかな、ウッド系とか。でもお花系が結構好きですね。あとはウッド系、テラニウムとか、うん、かな。落ち着くやつね。落ち着くやつ。なんか日によってそういうのも、昨日はオレンジだったけど、うん、今日はウッド系にするとかでもちょっとこうバリエーションができて面白いと思います、うんうんうん、が2位。はい、2人とも風呂関連だったね、はい、あ、そう、風呂で言うならば、あ、そうだ、最近ね、これね、私ちょっと、まあ、これ番外編として、はい、これ私あの水素風呂をにずっと使ってるんですけど、これあの一個一個一回分がワンパックになっててすごい便利で、あの地方ロケとか旅とかでちょっとこう疲れちゃんとしっかり取りたいなっていう時にこれ入れて、マツコさんみたいにこういう精油を入れて、うん、あの使ってるんですけど、結構汗がしっかり出てくれて、え、シュワシュワするんですか？シュワシュワ。これなんかね、入れたらお水がちょっと一回白く濁り、うん、でそれを混ぜると普通に透明になるんだけど、うん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 、まあ、若干シュワっとはしてるんだけど、温めてくれるみたいな。そうそうそう、結構あのこう内側からしっかり温めてくれるアイテム。そうそうなんですよ。小分けですよね。小分け便利。しかもなんか水素水になるから、お風呂のお水が、うんうん、だから顔とか髪とかにも、あの肌とか髪とかにもいいし、これすごいおすすめです。はい、はい、H2 バブル、いいね。はい、はい、気になります。じゃあ、はい、早いけど1いっちゃう。1いっちゃうよ。ドゥルルルルルル。はい、はい、私も声優です。しげた、私はしげたのオイルが一番好きですね。うん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 、どの種類が好きですか？私一番使ってるのはボディーマインドスピリット。これちょっと古いデザインの方、ずっと長く使ってるんで、うん、これまだ使ってるんですけど、こっちが新しくなったパッケージの方で、うん、私はボディーマインドスピリットと、あとは、モーニングスパークと、うん、あとはディープブリーズ。あのこう目的によってオイルが ね、いっぱいあるんですけど、うん、旅にも結構というか、旅には絶対あのオイルを持っていくタイプで、うん、機内にはもう必ず持ち込んで、やっぱこう自分の空間じゃなくなるところを自分が持ってるいつもの香りで自分の空間にして落ち着くっていうことをいつも やってます。あとは、ファッションショーに出る前とかテレビの収録の前とか、そういう時はオイルを使っていて、うんうん、この香りでリラックス効果あるもんね、すごい。あるよ、ね。このモーニングスパークはマヌカも入ってて、これはあの唯一あの舐められるオイルなんですけど、シゲタの中で、あのマヌカが入ってるんで風邪予防とかにもいいし、はい、あとはマヌカあるから魔除けの効果もあって、シソも入ってた気がする。あ、そうなんだ、すごいね、うん、てかシゲタのオイルってブレンドが最強じゃないですか。でも面白いブレンドも多いし、あの香りがやっぱりこんなにいい香りがするオイルって他になかなかないなって思ってるんですけど、うん、そう、やっぱチコさんね、うん、すごいよね。すごいよね。あとデトックス効果があるイノセントピュリティかな。あ、好きです。あれもすごい、なんかあれ中に塗るとすごいスッキリするね。あとあれを、オイルとかクリームに混ぜて、ああの足マッサージするといい、ね、むくみもすごいしっかり取ってくれるし、うん、もう手放せないメンバーです、これは。そのままちょっとそれもお風呂にちょちょって入れたりとかも、お風呂も入れるし、あとはなんか朝モーニングスパークはね、朝のに使ってるんですけど、うん、こう朝とかちょっと風邪っぽいなとか、ちょっとなんか今日いっぱい人に会ったなって時とかに、うん、こう手首とかにつけて、こめかみと耳の後ろ気持ちよさそう、うん、つけたりして、犬飼いたくなってきた。どれにする、どれにする、これかな。はい、あ、これディープブレンドでした、うん、え、モーニングスパークだった、うん、これ花粉症にすごいんだよね。うん、すごいスースーする、いい匂い。
やっぱすごい、本当に匂い。あとマスクにちょっと垂らすときも、いいですね。なんか移動するときも、風をちょっともらわないように精油一滴垂らして、うん、このままそのままでも寝ちゃう。わかるわかる。なんか最初はあのメイクさんにいただいたのがきっかけだったんですけど、もう本当に何年も前なんだけど、うん、そっからずっともう使っている。必ず家にはあるアイテムです。精油大事で、はい、が1位。はい。私の1位はこのお風呂からの流れで、いつも絶対やってることが、うん、お風呂出たら、うん、もうすぐ洋服着る前ぐらいにあのオイルかボディクリームを好き。これ好き。これすごいね。好き。あのワイルドフラワーエッセンスっていうものが入ってるんですけど、はい、これはクリームで、あの塗るとこう外にストレスを出す働きをしてくれる、うん、ちょっとアボリジニの伝統がある不思議なクリームなんだけど、うん、これを塗った後にこういうのでああパックするとすごい。いいね。よく眠れるよねこれ。うん、これ私結構足に使ってます。寝る前に足に結構塗って、なんかこう抜ける感じが、抜ける感じありますね。むくみ取りにもすごいいいし、何よりもちょっとこうあのリラックスさせる作用がこれ強いから、うんうん、あのちょっと疲れてるなとかなんか緊張があるなって時にもこれ結構手放せない。うん、あと頭皮にもこれいいらしい。あ、へえ、そうなんだ。指先にこうつけて、あのこのままこうマッサージすると、うん、パソコン見た後とかにこう疲れがわーって抜けてくる。あ、いい、やります。やってください。すぐやります、はい、あともう一個最近使ってるのがさっきのかなちゃんのこれと同じブランドなんだけど、うん、アルニカバーム、それのインソーレの、ジャスミンオイルです。嗅ぎたい。なんでジャスミンがいいかというと、やっぱほら女の人にいい香りだからさ。そうだよね。はい、どうぞ。はい、つけますよ。すごい滑らか。ああ、ジャスミン。ジャスミンってなんかこう特別な匂いじゃないですか。ローズ。エレガントですよね。そうそうそう。これをデコルテとかバストのマッサージに使っている。良さそう。でもなんかお風呂出てすぐやっちゃってる。すぐやる派。あの来てからだと寒いから最近。あ、出すのが後から。そう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 。寒くて来ちゃう。わかる。でそこでちょっと耐えちゃう。寒いって言って。でもバーでつけちゃってからある程度浸透したらもう不要不急みたいな。へえ。そうすると香りがこう自分に残るから、うんうん、その後の本読んだりするのが好きなんだけど寝る前に。わかる。私もお風呂入ったらもう寝室で本読んで、うん、そこからそのまま寝ます。あの本のベッドの横に本を貯める派ですか。貯める派。私も貯める。だって4冊ある。4冊ある。でもそういう結構自分の時間をこう香りとかでリラックスするのが好き、うん。いいですね。やっぱ香り、はい、香り系やっぱ増えますね、うん。リラックスのものだと。香りと温めかな。確かに。なんかそういう香り系のものって、うん、こう別になくてもいいものなんだけど。うんうんうん、それがこう自分のチョイスの中にあると幅が広がっていいですよね。生活に潤いが出る感じね。ゆとりがね、はい、ちゃんとこうケアしてあげることでね、気持ちも豊かになっていくんで。やっぱり女性ならではらしいよそれは。そうなの。そう、いい男の人はないの。ない子はないけど、うん、女の人の方がそうやって心地いいとかマッサージをしたっていうことが体に必要なんだ。あ、そうなんだ。はい、アーユルヴェーダの知識です。へえ。っていう、はい、感じで、はい、なんかアップデートしたいね。ね、そうだね。今回、うん、前回のビデオが30分だったからちょっと短くしようかということで3つのアイテムに絞ったんですけど、うん、まだ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 いっぱいあるんで、またちょっとシリーズ化してね、はい、あつこさんとのこのコスメトークは。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあみんなもリラックスタイム楽しんでください。楽しんでください。また。